スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。気がつけば2020年あと半分。どうもチェーホンとピンマイクが欲しい椿です。よろしくお願いします。お願いします。ですね、撮影環境をねちょっと改善をしたいっていうことで、まあいろいろ探してはいるんですけれども、どれがいいかわかんないんだよね、もし視聴者の方でですね、これがおすすめだよっていうものあれば、ぜひね参考にしたいのでコメントいただけると嬉しいです。できれば2人の音量がそれぞれ調節できるやつが欲しいね。もうこれがねなかなかないんですよね、まあぜひ教えていただけると嬉しいです。はい、今回なんですけれども、2020年上半期買ってよかったスマホベスト5をお届けしたいと思います。まあ今年もね、まあかなり買ってきたわけですよ。まあ上半期ね、まあ予想像以上に買えたと、椿さんにも感謝しつつ、ベスト5をですねランキング形式でお届けしたいと思います、で今回のランキングについては、もう僕が実際買ってるときめいたりとか、まあ、満足度が非常に高かった嬉しかったものをランキングしておりますのでね、ぜひチェックしてみてください。それではやってみよう。それではまず第5位、Xperia 10 Mark II。このミドルレンジはなかなかね買ってよかったなと思うんですけど、5位なんですね。はい、第5位です。とりあえずね今手元にまだ帰ってきてないのがあるんですすごく気に入ってはいるんですけど、まあ、まだ満足に使えてないのもあるかなと、はい、で2020年6月に発売をしているモデルで 6.0 インチの有機 EL ディスプレイ搭載してます。 CPU にスナップドラゴン665を搭載で、メモリは 4GB、 トリプルレンズカメラを今回搭載をしております。広角、超広角、望遠、まあ、幅広いシーンでね撮影ができるというモデルになっております。でバッテリー持ちがねすごくよくって、バッテリー容量 3600mAh、 これ実は Xperia 8っていうのがね旧モデルであるんですけど、それよりもねかなり増えてます。そうなんだ。はい、で IP68 防水防塵対応、財布携帯はもちろん対応していて、重さはなんと 151g と、すごいよね、非常に軽いんですよね。この軽さっていうのがねすごくいいところかなと思います。電源ボタン一体型の指紋認証搭載で、販売価格最安はドコモで 41,976円。とはいえね、各社割引をね行ってますんで、比較的ね手軽に買えるモデルとなっております。今回ソニーのミドルレンジでは初となる有機 EL ディスプレイなんですよね。で今までソニーのミドルレンジって通常の液晶ディスプレイだったんで、まあ、だいぶねここが変わったのかなというところと、デザインもすごく好きで、非常に可愛らしいミントカラーが気に入っております。そうですね、はい、でかつねトリプルレンズカメラ、さすがにね Xperia 1ほど撮れるっていうわけではないんですけど、広角、超広角、望遠と様々なシーンに対応できるカメラになったんで、非常にねミドルレンジとしてはまあ使いやすいんじゃないかと思いました。使いやすくて可愛い、機能もそこそこ充実してるっていうのがね今回第5位に選んだ理由です。それでは続いて第4位、Redmi Note 9S。 まあすごくね、はい、これがねまあ衝撃的でしたね、この2020年上半期で。こちらのモデルはミドルレンジなんですけれども、価格がね 24,800円と非常にね安いんですよ。それでいてスペックもしっかりしていて、約 6.67 インチの IPS ディスプレイ、 CPU にスナップドラゴン 720G を搭載してると、 GPU もしっかりしてる、すごく快適なんですよね。 PUBG モバイルのような 3D ゲームをやるときに快適なんですよね、まあ、だから 24,800 円でゲームもそこそこできちゃうというモデルになっておりまして、ミドルレンジなのに、そう、もう 24,800 円のミドルレンジモデルがここまで快適に、まあ、ゲームができちゃうっていうのがちょっともう衝撃的 で、しかも今回クワッドカメラを搭載してます。広角、超広角、マクロ、トフカメラという構成で、まあ、カメラもね割と ねしっかり撮れるし、様々なシーンに対応できちゃうと、バッテリー容量はなんと 5020mAh で、すごくバッテリー持ちがいいんですよね。もう1日は正直僕の使い方と余裕で、2日目終わる頃、夜に充電しようかなって悩み始めるぐらいの、まあそれぐらいバッテリーが持つんで、もうね、嬉しいね、もう衝撃的だから、そこそこゲームができてバッテリー持ちが良くて安いで、カメラも使える、衝撃的ですよね個人的には。でただ注意ポイントもあって、防水防塵とお財布携帯には非対応、重さも 209g でちょっと重いので、そこだけは注意はしてほしいんですけど、まあ、とはいえね、この安くてそこそこ動くっていう、もう素晴らしいミドルレンジで、まあね衝撃的でしたね、この2020年ミドルレンジ。今のところこれがミドルレンジの中では個人的には一番おすすめです、まあ、価格が安いんでサブクイとかにもすごくおすすめな1台となっています。ぜひねチェックしてみてください。それでは第3位、 iPhone SE 第2世代。
まあね、このスマホもすごかったですよね。3位に来るんですね。はい、3位です。 iPhone SE 第2世代3位に入れてみました。2020年4月24日から順次発売をされていて、 iPhone の 4.7 インチモデルでは久しぶりのね、新機種となったわけなんですけど、 CPU が A13 バイオニック、なんと iPhone 11シリーズと同等の CPU を搭載してます。で、メモリは 3GB で、ストレージ 64GB から選べるようになってると。で、こいつのすごいところはね、やっぱりその最新 CPU A13 バイオニックを搭載してるんで、まあ動作快適なんですよね。そうですね、一般的な動作はもちろんのこと、ゲームもね、もう全然普通にできちゃうっていうね。まあ、椿さんも今使ってるんですけど、まあ、椿さんのようなライトユーザーであればむしろ持て余しちゃうぐらいのパワフルな CPU を搭載してます。で、バッテリー容量は 1821mAh で、今回シングルカメラを搭載しております。一応ね、 iPhone8 をベースに iPhone SE 第2世代が作られているので、シングルカメラをそのまま採用していて、ただね、ポートレート撮影もできるようになっていたりとか、カメラのね、写真が全然ね、撮れる写真が違ってます。そうだね、はい、そこまで期待してなかったんですけど、まあ、かなりね、違う写真になった感じがするよね。今回 H3 バイオニックを搭載してるので、ソフトウェアのね、調整がさらに良くなってるのかなと思ってます。今回この iPhone SE 第2世代、ホームボタンも搭載されてるんで、タッチ ID はもちろん使えます。指紋認証好きの動きとしてはね、すごくやっぱいいんじゃないかと。はい、で、マスクをしてる時もね、指紋認証ならさっといけるんで、使い勝手がすごく良かったです。で、Apple Pay 対応で IP67 東京の防水防塵にも対応してると。で、販売価格は 44,800円。これだけ CPU とかしっかりしてて価格が5万円以下っていうのは、やっぱり嬉しいし、何よりね、アップデートが5年ぐらい来るっていうことで、まあ、一度買えばね、本当に長く使えるんですよ。そんなスマートフォンは今まであんまりないんですよね、やっぱりこの価格帯で。ぜひね、安く買えて長く使える機種を探してる方にとってはね、 iPhone SE 第2世代一つ選択肢になると思うので、ぜひチェックしてみてください。続いて第2位、 Galaxy S20 Plus。 まあ、これもね、2020年買ってよかった1台かなと。 S20 Plus 2位なんですね。そうですね。で、今回 Galaxy S20 は実はランキングに入れてないんですけど、 Galaxy S20 Plus の方がね、買ってよかったなって感じるポイントが多かったんですよね。 S20 入ってないんだ。そう、今回はね、入れておりません。まあ1位はね、機種かもしれないんですけれども、実際ね、長く使えば使うほど Galaxy S20 Plus のね、良さが出てきたなっていう感じで、約 6.7 インチの有機 EL ディスプレイ搭載。もうこれね、大画面で、まあ、ちょうど手に持って心地よいサイズ感なんですよね。チーホンさんの手ね。そうです。で、 6.7 インチって聞くとやっぱ結構大画面すぎるっていうイメージ持つ方も多いと思うんですけど、案外ね、そんなに大きくさは感じないというか、まあ、そこそこ手大きい方であれば、まあ、持ちやすい1台になってると思います。で、 CPU にスナップドラゴン865を搭載して、メモリ 12GB、 ストレージ 128GB となっております。で、クワッドカメラを搭載してるんですけど、広角、超広角、望遠、トフカメラという構成で、まあ、本当にね、カメラがね、綺麗だよね。まあ綺麗ですよね。 Galaxy S20 Plus のいいところって、このカメラで細かな設定はいらないんですよ。だから誰でもこの Galaxy S20 Plus を持ってシャッターボタンを押すだけで綺麗な写真が撮れるんで、まあ、細かなさ、その なんだろう、カメラの知識とか、そういうのがね、全くいらないんですよね。そうだね、はい、それがすごくいいところだと思って。で、ほんと押すだけでね、いろんなシーンをこのクワッドカメラで使い分けて撮れるんで、すごく気に入っております。今回カメラ写りがね、 SNS 映えするような色の濃さが出ちゃうんで、そこはね、好き好きはあるかもしれないんですけど、自分に合っていれば、まあ間違いなくおすすめかなと思います。で、重さは 186g で、バッテリー容量は 4500mAh を搭載してます。ハイエンドかつこの 6.7 インチで、重さが 186g って非常にね、実は軽いんですよね。そうなんだ。はい、これどのぐらい軽いかって、 iPhone 11 Pro これね、 188g なんですよ。あれって 5.8 インチで、バッテリーは約 3000mAh ぐらいなんで、あ、そうか、小さいのに。そう、これより重いんだね。そうなんですよ。っていうところにも Galaxy のね、この技術が全て詰まってる感じがね、個人的には好きです。 5G 対応もしてまして、 Sub6&ミリ波対応なんですけど、まあ 5G はね、正直あんまり期待しない方がいいと思う。まあ、そもそも 5G の環境が整ってないと。販売価格はドコモが 114,840円からとなっております。まあ、やっぱりね、10万超えはしちゃうわけなんですけど、まあ、非常にね、これはね、よくできたハイエンドで、まあ、買って後悔はしないと思います。これからね、第1位を発表していくんですけど、はい、はい、第1位よりも安定感はこっちの方があると思う。あ、バランスはいいってことですね。そう、総合点で言うとこっちが勝ちなんだけど、ただそのね、何か惹かれるものっていうところで第1位と2位の勝敗が分かれたんですけど、でもそれぐらい第2位も個人的にはすごくいい1台なんで、ぜひね、これは万人におすすめできる1台なんで、ぜひチェックしてみてください。それでは
お待ちかねの第1位なんですけれども、まあ、あの皆さんね、あのここまで来ると薄々感じてる方も多分このチャンネルを見てる方だと ね、いると思うんですけれども、第1位エクスペリア1マーク2。やっぱりね、分かってたよ、分かってたねこれおい、そうだろみたいな、ね、見る前から分かってた人いると思う、まあ、そうだね、まあ、椿さんでも感じれるぐらいだったらで、ね、それは皆さん分かってるかもしれない。でもやっぱりさ、この2020年上半期のね、もう手に取って、まあ、興奮した、ワクワクした、感動したっていう一台って考えると、うん、まあ、やっぱりこいつかなと。そうだね、うん、なんかさ、こんなにさ、発表から発売まで約2ヶ月ぐらいあったのかな多分、うんうん、3月末ぐらいに発表されてたから、まあ、それぐらい時間があったわけなんですよ。延期したもんね。そう、延期しちゃったってこともあって、でもさ、その間待てるぐらいのワクワク感が持続できた機種って僕なかなかないんですよね。そう、発表から発売まで時間が空いちゃうと、やっぱり人間ってその冷めちゃうわけですよ、うんうん、なんか買おうと思ってた熱が冷めちゃって、やっぱり買わないってなっちゃうことも結構あって、でもこのエクスペリア1マーク2はそれがなかったんですよ。逆に期待高まってたもんね。もう高まってた。逆に なんだろう、もうなんかしっかり整えてきてくれるのかなみたいな、そのワクワク感だけでもうなんか楽しめたというか、まあ、それぐらい僕は第1位にこの熱量があるというか、ね、まあ、まずそもそもね、一つ知っておいてほしいのは、僕はね、デザイン買いをしました。何でしたっけ、 90% デザインでしたっけ。はい、もう言い過ぎかなまあでもそれぐらい僕は一目惚れで、今回今年ね、上半期に出たスマホの中でデザインはね、やっぱり一番ドンピシャなんですよね。今回ディスプレイは 6.5 インチの 4K×有機 EL、 綺麗で、 6.5 インチのこのサイズ感もね、なかなか個人的には好きなんですよね。でやっぱりね、縦長21対9のアスペクト比なんで、まあ、かなりね、好みは分かれると思うんですよ。胸ポケットに入らないからとか、まあ、そういうのはあるんですけど、動画をよく見る人にとってはこれマジ最強だと思うんですよね。音もいいしね。そうなんですよ、聞いてくださいよ、デュアルフロントステレオスピーカーが復活をしたんでね、まあ、ほんとこれがね、すごくよくって、私この音好きなんですよね。ね、ソニーらしさが出てる音なんですよね。で、ギャラクシー S20 プラスも、あれはすごくクリアな音なんですけど、今回のこの Xperia 1 Mark II はどちらかというと深みがある音作りで、まあ、その辺も含めすごく気に入ってます。カールツアイスのレンズを採用したクワッドカメラを搭載してます。でカメラにね、結構力を入れていて、アルファシリーズに近いような画面で撮影ができるっていうフォトプロ、うん、はい、これがねまたすごくって、この間アップデートされたやつですね。動画にもしてるんでぜひチェックしてみてほしいんですけど、リアル瞳オートフォーカスのさ、あの精度とか、うんうん、はい、あとは連写の速さ、あれとかやばいからね、マジで細かな設定もできるんで、カメラ好きとしてはね、ぜひチェックしたい一台なんじゃないかと思います。普通に撮ってもエクスペリア1からはだいぶ違う質感の写真になってるもんね。そうですね、やっぱりレンズがね、大幅に変わったっていうのもあったりして、うん、で、あとセンサーサイズもね、だいぶ変わったんで、明るくね、撮れるようになってるんで、雰囲気がある写真が撮れるようになってるのが特徴かなと思います。電源ボタン一体型の指紋認証だったりとか、ワイヤレス充電にも対応してるんで、そういうね、細かいところまでエクスペリア1で欲しかった機能を全部詰めてくれたっていうのがこのエクスペリア1マーク2なんですよね、はい、で、ただね、ギャラクシー S20 プラスの方が総合的には安定してるっていうお話したと思うんですけど、エクスペリア1マーク2ってね、まだね、ちょっと不具合がね、あるんですよね、うん、それでもそれを含め第1位に僕はしたというか、そうね、それでもそう、これは基本ベスト5ですね。そういうことです、そういうことです。もういかに満足したかっていうところで今回選んでるんで、たとえ不具合があっても愛してるんですね。愛しております、はい、まあ、それぐらいね、買ってよかった、満足度が高い1台となってるんで、ぜひね、皆さんもチェックしてみてください。それじゃあ2020年上半期買ってよかったスマホベスト5見てきましたけども、どうでしたか？いやー、2020年上半期ね、すごい、何台ぐらい買ったんだろうね、今年。数えたくないよね。まあでも本当に、まあ、年々やっぱりすごく良くなってきてて、で今年もね、やっぱりミドルレンジの成長が素晴らしいなって感じました。であとは 5G についてはやっぱりまだ未完成な部分が多いのかなと思いました、うん、はい、なんで 5G 目的で買うっ
ていうよりはやっぱり機種目的でまだ買ってほしいなっていうところで、でその中でもやっぱり Xperia 1 Mark 2はズバ抜けてワクワク感だったりとかロマンを感じたり、あとは満足度もね高かったなっていうところで、はい、はい、まあぜひね、まあもちろんねこれは僕のランキングなんで、はい、自分に合ったスマートフォンを選ぶっていうのが一番大事だと思うんですよね。はい、ぜひねあの自分に合ったスマートフォンを見つけてね、いいスマートフォンライフをですね送っていってほしいなと思います。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。